23号車の松田継男とロニー・クインタルイがシリーズトップに躍り出るというその図式になりますが、このままの順位でいけばということです。ポイント上位が GT500 は予選で苦戦をしましたので、この後そういったチームがどう追い上げてくるか。そして GT300 の方はこちらの65号車が予選で進みました。さあ、このマスターショットが逃げて優勝を飾りますと、今27台のマシンがゆっくりと最終コーナー、ビクトリーコーナー立ち上がってきました。2020オートバックススーパー GT ラウンド7藤巻グループ茂木 GT300 キロレース、さあ BRZ ポールポジションからどんなスタートを切るのか、シグナルに注目。シグナル今グリーンが点灯しました。レース始まりました。 GT300 クラス、まずはホールショットを取りますのはカーナンバー61番のスバル BRZ。さあ、そして今2番手争いが最後まで19番のウェッツスポーツと38番のゼント、さらにはその後ろから AU がサイドバイサイドのバトルに持ち込もうというレースを見せています。まずは1周目を取ったのはカーナンバー64のモデューロ LSX-GT、 2番手には8番の ARTA、 3番手には LSX の、レイブリック、そして4番手にはモチールオーテック GTR、 さらに5番手にはウェッツ、そして6番手にはゼント、7番手 AU、 8番手にはフラットスポーツの GTR。